こんにちは私はおもちゃの開発者です見たこともない新しいおもちゃを作りたいという夢を持って9年前におもちゃ会社に入りました入社した頃は新しいアイデアを毎日たくさん考えて上司に提案していましたしかしいつもこう言われましたこれが売れるというデータがあるのか市場データを分析して商品を考えろデータデータデータそこで私は 市場データをを分析しして商品を考えましたその途端新しいことを何も思いつかなくなったんです <laughs> 出てくるのは何かに似てるものばっかりだんだんとアイデアが出なくなり考えることも嫌になって苦しくて最終的にこんなに痩せてしまいましたえー、皆さんも似たような 気持ち経験があるんじゃないでしょうか上司が苦しいデータが苦しい考えるのが嫌になってしまう今私はデータを捨てました <laughs> 新しいおもちゃを作るのが夢なんですそして今代わりに「しりとり」というゲームを使ってアイデアを考えています今日はこの発想法をご紹介したいと思いますしりとりとは「リンゴゴリララッパ」というように「 最後の文字を頭ににつけた言葉を順に言葉順っていくゲームです日本語も英語も大体一緒ですねこのしりとりを自由にやっていきます猫コーラライブブラシ何とか何とかランダムな言葉がたくさん出てきますその言葉を自分が考えたいものに無理やり結びつけてアイデアを出していくんです例えば私の場合考えたいものはおもちゃなので猫のおもちゃ何だろう高いとこから一回転して着地する猫のおもちゃ コーラのんだろうコーラを銃で撃って相手をベタベタにするおもちゃ、うん、くだらないアイデアでいいんですどんどん出していきますそうするとアイデアを出せば出すほどいいアイデアも必ず出てきます例えばブラシ歯ブラシをおもちゃにできないか例えば歯ブラシとギターを合体させてジャ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 磨きながら演奏ができるおもちゃ <laughs> あの歯磨きが嫌な子供があが歯磨き好きにならないかなと帽子をおもちゃにできないかなとロシアンルーレットみたいに一人ずつこう帽子をかぶっていって誰かがこうかぶった瞬間に頭を突き破って凶暴なエイリアンが「ああー!」って出てくるこれホームパーティーとかで需要がないかなこのデータとにらめっこしていては絶対出てこないアイデアがどんどん出てきます実際のこの 梱包あのこれをおもちゃと結びつけて無限プチプチというこの好きなだけ指でプチプチできるおもちゃ生まれてこれ大ヒットしましたこれデータと全く関係ありませんこれプチプチするだけなんですけどあのすごくいい暇つぶしになるんであの今日一日会場の皆さんで回して遊んでくださいねあのひも <laughs> はいね はい、とにかくくだらないアイデアをどんどん出すんです皆さんくだらないアイデアをたくさん出しますあの分析に基づいて狙うところが分かってしまうとのそこを狙いすぎるあまり新しいことが出なくなりますそうではなくて狙うところが分かっていても目をつぶってダーツを投げるように自由にアイデアを考えるんですそうすると必ず真ん中に近いところに当たります1個ぐらいはそれ,それを選ぶんですそうするとそのアイデアはニーズがありかつ 新しいいアアイデアになるそういうやり方ですこれは知り取りじゃなくてもいろんな方法ができます。ランダムな言葉を集めればいいんです辞書をパラパラとめくって言葉をランダムに集めたり例えば適当な2文字を検索して出てきた結果を拾ったりお店に行ってあの商品の名前をどんどん考えたいものに結びつけていくというやり方もありです。ポイントは自分が 考えたいジャンルの情報を集めるのではなく、ランダムな言葉を集めることです。そうすることで、頭の中にこの連想の材料がいろいろな連想の材料が集まって、それが結びついてアイデアがどんどん出ます。この方法の最大の利点はイメージの連続性です。言葉を順番に考えていくわけなので、前に考えていた言葉のイメージが残ってるんですね。それが勝手に後々結びついてくるんです。無意識のうちにライブとブラシが結びつき。 ルーレットと帽子が結びつきこれ自分ででも気づかないんですね思いもよらないアイデアが出てくるとこの方法はもちろんおもちゃだけでなく本やアプリイベントあらゆる企画の発想に役立ちますぜひ皆さんに試していただきたいですデータから生ままれる未来もありますしかし私はこの「しりとり」というたわいもない遊びから皆さんが想像もつかなかったワクワクする未来を 作ってくれることを期待していますどうもありがとうございました